達也、大変なの？みたいなんだよね。激務みたい。慣れない海外だったし、大変なんじゃない？達也はあんたみたいにどこでも生きていけるタイプじゃないもんね。だよね。顔の割に繊細なんだもん。フォローだけはしてあげて。あんたしかいないんでしょ。俺は連絡してる。俺はそれしかできないし。言ってはあげられないの？それは考えてて、今忙しくて行けないんだけど、もう少しで時間作れるから旅行がてら行ってこようかなって。そうね、じゃあ時間合わせましょう。なんであんたが行くの？いいじゃない。ダメ。いいじゃない。邪魔。なんでそんなこと言うの？いらっしゃい。いらっしゃい、どうぞ。いらっしゃい。どうする？お茶割りで。はい。カシソーダ。ん？カシソーダで。ね、ね？カシソーダってダメですか？あ、カシソーダ？はい。あ、はい。はい、どうぞ。はい。やっぱりカシソーダだよね。これ落ちてましたよ。あ、すみません。ねえ、ジュノスの手垢つくでしょ。あ、そっか。ごめんなさい。ごめんなさいね。この人ボケてるから。いえいえ、ありがとうございます。可愛い子ちゃんたち、一緒に飲まんで。あ、そうだね。どうですか？喜んで。じゃあこっち来ないよ。あなたたち何年生まれ？平成2年の33歳です。西暦で言って、おじさんたちそれ何年か分かんないから。あ、すいません、1990年です。あんまり変わんないわね。飲みましょう飲みましょう。こうじゃなきゃね、せっかくだし日々の疲れも取れるわ、若い子パワーももらえるし、これこそが飲み屋よね。そうよ、これこそが飲み屋よ。忘れかけてたものよ。うるさいな、もう。お名前なんていうの？この子が信じて、僕がせいやって言う。あの人、誰？え？公園で会った人、知り合いでしょ？トイレから出てきた子？知らないよ。違う。その後来た男。
京にいた頃の人。彼氏だったの。うん。そうなんだ。今は違うよ。全然連絡取ってないし。過去の人だよ。そうなんだね。あ、今日はチキンドリアに挑戦しようと思うんだ。達也好きでしょ。うん。グラタンの方が好きだけどね。ドリアも美味しいよ。あ、うん。あ、昨日話した伊香保温泉の旅館予約取りだよ。え、そうなんだね。予約取りだね。達也のために頑張ったよ。ありがとう。いけるんだね。人事の友達のさ、いつも一緒にいる子。ああ、あの八の字前の子ね。意外だよな、小鉄さん、ああいうのがタイプなんだね。あの子可愛い子じゃない？確かに。でも小鉄さん年上が好きだと思ってたからさ。なあ亮太郎、広松さんって休みの日何してるんだろう。急、なんで？俺、ひろまささんのこと好きかも。え、ひろの？あの人、店の人だし、声もかかるだろうし、相手いるんじゃないの？いないみたいだよ。聞いたの？探り入れた。通ってて、気づいたらこんな気持ちになってた。恋してるかも。誰？いや、誰って誰？いや店の人とか言ってたから私？彼の家もこの辺なんだ。そうなんだ。スーツ珍しいね。お偉いさんと会う日でさ、少し痩せた？そうかな。
上海行って3ヶ月くらい経って生活が辛くなってきて、仕事も大変で精神バランスがおかしくなってきてしまった。そうだったんだ。連絡したかったけど、連絡すると心配してくれるから、逆に迷惑かけるからできひんかってん。良くなるどころか、どんどん悪くなってきて、部屋から出られへんくなってしまった。電話とかも怖くなって、持たれへんくなった。その時出会ったのが、今一緒にいる人。公園で一緒だった人？うん。彼も上海に駐在してて、取引先やったからよく会社に来てくれて、心配してくれて、外でも会うようになってん。彼はめっちゃよくしてくれて、どんどん仕事も行けなくなった俺の世話してくれたんよ。このままやとあかん。仕事も辞めて病気を治すことに専念した方がいいって言われて、それで仕事を？彼に生活の方も頼りきりになってしまって、だんだんと良くなってきた頃に彼が帰国の時が来て、一緒に来てほしいって、日本に一緒に戻ってほしいって言われて、その頃には携帯も変えてたし、誰とも連絡取ってない状態やったから、一月くらい前には戻ってきてた。本当にごめんなさい。もう大丈夫なの？それならよかった。彼とは一緒に住んでるの？幸せなの？乗せてよかった。
した涙の約束、いつも優しく降り注ぐ、君を抱いた愛の雨、輝いた雫がぽつり、僕の耳元でささやく、僕らの言葉は嘘じゃない、いつかを濡らす愛の雨、君のぬくもり感